ベッセル10は、均等荷重の針を2点で指示したときに、両の中立軸上の両体間距離に与える、たわみの影響が最小になる指示位置である。随時、ベッセル10で指示された針のたわみ針の長さ L に対し、LL の位置になる。ここで、X は4次方程式 X440X370X25 イコール0の解の一つ、X0.559380119 で、 ある、自重を考慮した針の指示点として、ベッセル点の他に、エアリー点がある。均等荷重を受ける2点指示された針の任意の位置での、たわみ角は、男性曲線方程式より、Y、ディスプラスタイル Y、量の中央からの位置シータ、ディスプラスタイルシータ、任意の位置 y ディスプラスタイル Y で、N、の量のたわみ角 XL、2、ディスプラスタイル PMXC.L、2、指示 1L、 ディスプラスタイル L、たわみがない状態での量の長さ E、ディスプラスタイル E、量のヤング率 I、ディスプラスタイル I、量の断面二次モーメント Q、ディスプラスタイル Q、量の単位長さあたりの重量とすると、量の中央から、指示点の範囲すなわち 0y.l2、ディスプラスタイル0レック y r e ク x c.l2 においては、C 対イコール q e i y 3 6 y l に、 ディスプラスタイル、シータイコール、フラック、Q、AC ドット、フラック、Y ハット、3、6YC ドット、L ハット、2C ドット、指示点から、単面の範囲すなわち、XL、2YL、2、ディスプラスタイル、XC ドット、L、2、レック、Y、レック、L、2においては、シータイコール、QEI、ディスプラスタイル、C タイコール、フラック、Q、AC ドットである。また、量の微小 dl ディスプラスタイルでシリットルを測定する際に、この部位と測定軸とが平行でなくシータ、ディスプラスタイルシータの角度をなしていると、コサイン誤差が生じ、この部位は c o s シータ dl ディスプラスタイルコサインシータ、c ドットでシリットルとして測定される。したがって、lv ディスプラスタイル lv タワミ張りの両端面間の寸法とすれば、lv イコール l2l2 c o s シータ d y ディスプラスタイル L, v イコール int, L, 2L, 2, L 2コサインシータ第2例 xl, 2 1シータ2に dy, xl, 2L, 2 1シータ2に dy, ディスプラスタイルフォーリンダツイクに int, a, xc.l, ドット 21, フラック、タハット2 2対プラスに int, xc.l, ドット 2L, 21, L フラック、シータハット、2、2、大イイコール L922L77680、ディスプラスタイルイコール L、フラック、Q ハット、2、2C ドット、フラック、L ハット、77680C ドットとなる。ベッセルペンでは、たわみの影響が最も小さい、つまり X、ディスプラスタイル X を変数としたときに、寸法、LV、ディスプラスタイル L。 V は極値であり、DLVDX イコール0、ディスプラスタイル、フラック、デシリトル、V、DX イコール0となるので、DLVDX イコール 922L77680 点、ディスプラスタイル、フラック、デシリトル、V、DX イコール、フラック 9822C ドット、フラック、l ト、トッハト7 7680c.xc. より、ベッセル10では、x440x370x25、イコール0、ディスプラスタイル x ハット、4-40c.x ハット、3プラス 70c.x ハット、2-15イコール0を満たす。ありがとうございます。